じゃあ、脱、脱ぐという字に行きますね。まず、辺の付きを、幅をかなり狭く。横は、だから短く。まあ、左よりも一緒か、ちょっと長いぐらいですね。で、ここを2等分します。まあ、半分あたりで終わればいいかな。まあ、同じぐらいの位置、まあ、ちょっと高くてもいいかな。で、少し上の位置から中心あたり。では横に広い口を描きますね。まあ、大体この口がこの辺りで終わるにすると良いです。じゃあ、まずこの線のすぐ右横から立ち気味に払ったのが月よりも下がらないように。で、右側の線は中心のすぐ右横から左よりも下がらないようにして上に抜いていきます。